ユーノスカーゴワゴンは、マツダが展開していた、販売店、ブランドユーノスで、1990年から1993年にかけて販売された、C セグメントに属するキャブオーバー型ワンボックスである。1990年2月から販売が開始された。ユーノスカーゴワゴンは、当時マツダが推し進めていた、販売店ポモーの多チャンネル化に伴い、 すでに1983年9月に販売されていたボンゴワゴンをベースにボディサイドのストライプといった主要パーツの一部衣装変更を施したバッジエンジニアリングモデルで同社が展開していた販売店ブランドユーノスのファミリーユース向けモデルとして位置付けられていた主要パーツの一部衣装変更のほかボンゴワゴンには設定されないブリリアントブラック シルエットシルバーマイカの2トーンカラーがユーノスカーゴワゴン専用色としてボディカラーに設けられるなど両者との差別化は図られたものの販売は思うように振るわず結果として苦戦を強いられることとなったユーノスカーゴの販売は1993年7月をもって打ち切られ翌月にマイナーチェンジを実施するボンゴワゴンに統合されることとなったなお 同社の販売が打ち切られた後も、ボンゴワゴンは引き続き1999年まで販売されている。ありがとうございます。